皆さんこんにちは、藤楽です。今回は蜂蜜カステラプリンケーキというのを作っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、こちらの動画は ASMR で撮ったんですが、ASMR ではお伝えできなかった部分を詳しく解説していきますので、最後まで楽しんでいってください。それではキャラメルを作っていきます。私のキャラメルの方法なんですけど、砂糖を焦がしてからお水を入れるという方法をしています。砂糖と水で、温めたりすると大体ね、皆さん練ってしまうんですよね。そうすると砂糖が結晶化してキャラメルがドロッとした感じ、くっつく感じのキャラメルになるので、プロの現場では大体こう砂糖を焦がしてお水で止めるという方法を取ることが多いですね。そうした方がキャラメルがサラサラになって食べるときにね、食べやすいですのでね、この方法やってみてください。でこちらは 150cc のプリンカップ、耐熱の容器の中に入れていきます。続いてプリンの液体の部分ですね、そちらを作っていきます。お鍋の中に生クリームと牛乳を入れていきます。生クリームは別に動物性じゃなくても、こちらは植物性でも構いません。美味しく濃く仕上げたいんであれば動物性がおすすめです。はい、これを、温めていきたいと思います。そして別のボウルを用意してもらって、この中に卵を割っていきます。全卵が1個と、あとは卵黄が1個です。卵のサイズは L でも M でもどっちでもいいかな。基本的には私は卵は L を使うことが多いです。ここで卵白が余ると思うんですけど、卵白は冷凍ができます。はい、冷凍できるのでね、またラングドシャとかシフォンケーキとか作る時用に冷凍して保存しておいてください。そしたらグラニュー糖を半分ずつ、卵の方に入れて牛乳の方にも入れます。そしてこちらバニラですね、バニラのペーストもしくはバニラのオイル、バニラエッセンスはちょっと揮発性があって香り残りにくいので、バニラオイルを使って、香りをつけていきます。卵はね、溶きほぐしておきましょう。はい、溶きほぐしている間にできるだけ牛乳を温めていきます。牛乳は沸騰直前ぐらいまで温めてあげてください。この中に、グラニュー糖とバニラが入っております。はい、ゴムベラで優しく混ぜて、グラニュー糖がね、綺麗に溶けたか確認してあげてください。はい、ぶわーっとこんな感じで沸騰直前になったら火を止めて、卵の中に入れていきます。卵と砂糖がしっかり混ざってて空気が入ってると牛乳入れても固まらないので、一気に入れて大丈夫です。ではこちらをきれいに混ぜ合わせていきましょう。できたら先ほど使っていたお鍋の中に戻していきます。卵をね、戻すわけなんですが、こちらはこし器でしっかりこして戻していきます。はい、ここでちょっとしたポイントなんですけども、カステラプリンケーキ、焼く時にプリンの温度が温かい方が成功しやすいです。なので温めるように使ったお鍋に戻すっていうのはすごく大事なポイントですね。はい、それでは、カステラの部分を作っていきましょう。湯煎に当てながら、卵、砂糖、蜂蜜をしっかり泡立てていきます。ハンドミキサーは中速から高速でいいと思います。はい、ここでちょっとした裏話なんですが、私ね、撮影用でガラスボール使っております。ほら、いい感じにね、見えるでしょ。ぶっちゃけ本当にガラスボールマジで使いにくいんで、皆さんガラスボールはね、使わない方がいいです。お菓子作りでプロの現場でね、ガラスボールなんか出てこないですからね。まあこんなのがね、もう撮影用にしかならないんですけど、まあなんでダメかというとですね、湯煎がね、めちゃめちゃね、熱伝導が悪いんで、普通のボールでやってください。そっちの方が温まりやすいです。はい、でこれぐらいしっかり泡立ててあげてください。だいたいこうくるくるっと混ぜて持ち上げて角が立つかなぐらいですね。まあ時間で言うと5分以上かかってしまいます。はい、ここにふるっておいた薄力粉を3回ぐらいに分けて加えて、ゴムベラで切るように混ぜ合わせていきます。ひらがなのの字を書くような感じですね。はい、切って返す、切って返すというような混ぜ方でさっくり混ぜ合わせていきましょう。
い、そしたらプリン液にですね、このようにラップを密着させてあげてください。こうすることでね、表面の余計な泡を吸着して綺麗なプリン液だけ残すことができます。ラップはこのようにスライドさせます。ここね、結構間違って上に引っ張る人多いんですけど、スライドさせてあげてください。で、この綺麗になったプリン液をキャラメルの中に注いでいきます。キャラメルはですね、多分ちゃんとできてたら固まってるんですけど、できてない場合は固まらないことがあります。はい、なので不安な方はですね、キャラメル作ったら冷蔵庫とか冷凍庫に入れて固めてあげてください。で、この中にプリン液を注いでいきます。撮影ではね、これね5つ使ったんですけどね、カステラ生地ちょっと余ってしまったんで、もしかして6個とか7個とかでもいいかもしれないです。はい、そしたらこの上に先ほど作ったカステラの生地を乗せていきます。で、カステラの生地ね、これね、なんかいっぱい乗せたいでしょ、こんもりした方が可愛いと思っちゃうんでね、乗せがちなんですけど、あんまり乗せすぎるとこのね生地ね、横から垂れてきてしまってね、見た目が汚くなるので、ちょっとこんもりするぐらいで止めておいてください。で、この天板の中に湯煎のお湯ですね、湯煎立てで使った時のお湯構いません、そのまま使ってください。はい、そしてこの中にプリンを乗せて、予熱しておいたオーブンで焼いていきます。はい、完成したのがこちらですね。カステラの部分が結構分厚い感じになってますが、これをね、はい、まずすくってみて、こんな感じでプリン出ますよと思って見せようと思ったら全然プリン出てこなくて難しいなと思った時ですね、これは。もう一回ね、2テイクで撮ったんですよ。プリン出ます、あ、出ませんね。はい、ということでカステラをこの後、はい、ポイと捨ててですね、プリンだけ見せるというテイク3になりました。はい、こちらも裏話です。はい、で、これね、こっちの方が多分ね、いいと思うんですけどね、大きいバージョンでも焼いてみました。はい、こちら15センチのホールですね。はい、15センチのホールちょうどぴったりですよ。で、焼いてカステラの部分ちょっと包丁入れてひっくり返して、生まれる、はい、生まれました。はい、この瞬間がね、ドキドキしますよね。で、真ん中ちょっとくぼんでるんですよ。あちゃーと思ったんですけど、まあいいかと思ってね、はい、もうそのまま撮影しました。で、今これ何してるかって言うと、私包丁でね、周り掃除してたんですよ。ちょっと包丁を奥までね、入れすぎた結果ね、ちょっとプリンが削れるという事態になりましたので、皆さんはね、包丁入れるときはカステラの部分だけ入れてあげてください。で、恒例のプルプルタイムですね。はい、で、こちらですね、カットして、まあ、みんなに見せようと言ってね、頑張っている最中でございます。はい、これね、プリンケーキしっかり冷やしてくださいね。しっかり冷やさないとこんな綺麗に出てこないんで、冷蔵庫で半日ぐらい冷やしてた方がいいんじゃないかな。で、そしたらしっかり出るし、包丁でカットしても崩れません。はい、こちらでカステラプリンケーキ完成です。こんなん誰が考えるんでしょうね。もう本当に食いしん坊の食べ物ですね。で、こちらね、もうめちゃくちゃ大事なことをね、言い忘れてたんですよ。食べ頃ですね。はい、3日後でございます。はい、カステラの部分がですね、焼きたてはパサパサしてますので、3日間作って冷蔵庫で寝かして、それから召し上がってみてください。すごく美味しいですよ。ということで、最後まで見ていただいてありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。